こんばんは、キリュウです。ラットです。クリです。歴史はエンターテインメント。かしまし歴史チャンネルへようこそ。今日はね、紫式部の娘の藤原の剣士、片井子についてお話ししようと思います。ドラマの方でね、片子っていうふうに呼ばれているんですけど、一応どう読むか分かっていないので、今日はね、音読みの方の剣士というね、呼び方でいきたいと思います。いろんな呼び方があって分かんないけど、じゃあ今日は剣士ちゃんですね。そうそう、片子ちゃんは今日は剣士ちゃんですね。OK。はい。藤原の剣士は紫式部と藤原の信孝の娘です。ドラマでは真宙ちゃんと道長の娘ってことになってますけれども、まあ、史実上は紫式部と信孝の娘ってことで問題ないかなと思います。剣士については、紫式部と一緒でね、生まれた年も、それから宮遣いするまでのこともよく分かってはいないんですが、一応ね、幼くして父親の信孝と死別したってことになっているので、お父さんが死ぬ前にね、生まれてるはずなので、まあまあおそらく、長保元年、西暦999年頃に生まれたんだろうと言われております。で、昭和6年、西暦1017年に母親の紫式部と交代する形で少子、秋子ちゃんに仕えたようです。うんうん、この時の女房名は、剣士のおじいちゃんであるね、藤原のため時が越後の神だったことから、越後の弁と呼ばれていたようですね。剣士が母親の紫式部と交代する形で宮遣いを始めたことから、この少し前ぐらいに紫式部が亡くなったんじゃないかっていう説があったんですが、最近もう一つ説があって、もうちょっと長生きしたっていうふうに言われているので、今回のドラマではもう一つの説の紫式部の死亡は1031年頃なんじゃないかっていう説をね、取っているみたいですね。うん、でもってね、剣士が母親の紫式部と大きく違った点が、この宮遣いの際に上級貴族の金立ちたちと華々しい恋愛を繰り広げたって点なんですよね。ということは、漢字の硬いというのではなかったわけね、剣士ちゃんは。賢いだからね。あ、賢い方ね。そっちか。そう。だからどっちかって言ったら、パパの信孝に、いろんな女の人を愛したパパの DNA を受け継いだのかな、みたいな意味。そっちのパパがいたか。そうか、そうか。そう。一応、史実の方だからね、史実の方ね。はい。その剣士の恋のお相手としては、よく知られているのは、まず、道長と明子さんの間の第一子にあたる、藤原の頼宗っていうのがおります。あとはね、ドラマには出てきてないんですけどね、イケメンの金藤君の長男で、藤原の貞頼っていうのがいるんですけど、これとも恋愛関係にあったようです。ただね、この貞頼っていうのは、この当時、内裏に仕えていた有名どころの女房、ほとんどに手をつけたっていうね、まあ、浮き名を流していたんじゃないかと言われているほどのプレイボーイだったので、まあまあ、剣士も本気の恋愛というよりは恋のアバンチュールっていうね、感じのお付き合いだったんだろうとは思いますけどね。うん、なぜこの貞頼くんって、父親の金藤くんが、もしこの子が他の人の子供だったら、羨ましくて羨ましくて嫉妬したかもしれないっていうほどの美貌、イケメンで、しかも和歌の際にも恵まれていたっていうような人だったんでね、もうそれは女房たちもほっとかないっていうような男性だったようなんですよね。ただね、貞頼くんってね、イケメンだし学祭もあふれるほどにあったんですけど、うん、どうも彼って仕事には不真面目で、勤続態度もすんげえ良くなかったらしくて、なので出世はしております。まあでもね、顔が良かったらね、苦労はしないかもしれないけども、羨ましいって言ってる顔がもう金藤くんが町田さんの顔でしかないから、今それの息子だったら相当男前だろうなって思っちゃうよね。そうそう、だからもう男前でね、若の際もだからまあまあ父親の金藤と似てるんですよね。それほど出世はしなかったみたいな感じが、ね、まあまあ似た感じかなっていうね、感じで終わり。で、あとね、剣士の恋のお相手としては他にもね、源の麻藤っていう男性もいたりするんですけど、そんなね、恋多き、華やかな宮遣い生活の中で知り合ったであろう男性の一人と、やがて剣士は結婚しました。うん、そのお相手が、なんと、藤原の道兼、あのお兄ちゃんですよね、の次男にあたる藤原の兼高ら。兼高ってドラマでね、三条天皇がほら、実助の息子の助平に九郎殿等にしようとかって言ってた時に、横からほら、厚明親王が、いやいや、俺のダチの兼綱九郎殿等にしてくださいよって言って、うんうんうん、なんか兼綱が九郎殿等になっちゃったんで、うん、実助が怒ったみたいなシーンがあったじゃないですか。うん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 、あの時、九郎殿等になった兼綱のお兼高なんですよ。うんうん
なので一応ね、兼高の父親の道兼が七日関白って呼ばれたようにね、関白になってすぐ亡くなってしまって、うん、その後道長が政権のトップの座に座ったわけなんですけど、兼高はね、これ近なんかと違ってそのことを特に恨むでもなかったらしくて、うん、割となんか道長と険悪な関係にならなくて、むしろ良好な関係で、道長に逆に可愛がられて、18歳で苦行にもなるし、24歳で参議になるっていう感じで、割と順調な出世を遂げていたんですよね。ただ弟の兼綱厚明らしいのの立ちの兼綱ともども、かなり乱暴な気質ではあったみたいなんですよね。まあなのでその辺も弟ちゃんになのかなみたいなところもちょっとあったりするんですけど、これね、昭和3年、西暦で1014年の話なので、兼高が30歳頃の話なんですけど、兼高のね、屋敷の下女が、サネスケのところの下女に、暴行を受けました、乱暴を受けましたって言って訴えたわけなんですよ。それ聞いた兼高は、カーッと腹立てて、すぐにサネスケのね、下女の家に従者をやると、相手の下女の家にあった金目のものを全部奪った上で、下女の家までね、叩き壊しちゃったんですよ。まず、怒りに行くんじゃなくて、まず金目のものを奪った時点でもう単なる強盗じゃないですか。うん、宇宙の芸者は何されてめんねんって言って、賠償金じゃこれもらってくぜで、おまけになんか今しめじゃってバンバンバンって壊しちゃったみたいな、まあそういうノリなんですけど、ただね、どうも、もともと話の発端のね、サネスケの下女が兼高の下女を殴ったっていうのは、兼高の下女が、そもそもサネスケのところの井戸を勝手に使ったっていう、うちの井戸勝手に使ってとかって言って喧嘩になったのが原因だったらしくて、なので、火は兼高の下女の方にあったみたいなんですよ。なんだけど、兼高を詳しく調べもせずにもうカーッとなったら、そのままサネスケの下女にひどいことしちゃったってことだったんで、なので、後に詳しい事情を知った兼高は、すぐにサネスケに謝りに行って、それで奪った下女の品とかね、言うのをもう返して、壊した屋敷も全部弁償しますからって言って、そういう手紙をね、サネスケのところに送ってきたと、まあ、小遊記には書かれております。なのでね、そんなちょっと、気は短いけど、悪い人ではなかったって感じかな。瞬間湯沸かし器的な人なんだろうね。でもある意味ちょっと古くなった家を全部壊してもらって綺麗に直してもらってたら怪我とかがなかったら多少怖い思いはしちゃったけれども、まあ良かった良かったわけじゃないけど、まあまあプラマイマイナス10ぐらいで終わったかな。プラス5ぐらいにはならないんだ、家が新しくなって良かったね。でももう恐怖心がきっとその子にはもうなんでっていうのがずっとなるほどね。まあまあそんなね、気短くてちょっとうっかりさんではあるんですけど、根は悪い人ではない兼高と紫式部の娘の賢治は結婚したっていうね、ふうに、まあその話が書かれているのが映画物語なんですよね。赤染衛門が書いたって言われてるね。でそれで、その中では、映画物語の中では、賢治は兼高と結婚して、二人の間には女の子が一人生まれたっていうことになってるんですけど、映画物語もさ、源氏物語と同じで、別に藤原の兼高と結婚してって名前書いてあるわけじゃないので、ただ、左衛門の神っていう役職書いてあるだけなんですよね。それで、寛仁5年に兼高が左衛門の神になってるので、この頃賢治が結婚しただろうから、賢治のお相手は兼高なんだろうって言われてるっていう。だけなんですが、実はもう一つ別に今鏡っていうね、平安後期に書かれた歴史物語があるわけなんですよ。そっちには源友房が第二の三人、賢治ですよね、紫式部の娘の孫にあたるって書いてあるので、こっちが正しいとしたら、賢治の夫は藤原の金信っていう男性だったってことになるんですよね。じゃあこの藤原の金信っていうのはどういう人かっていうと、こちらは兼家パパの異母弟である藤原の為光の四男っていう人なんですよね。なのでお兄さん忠信、今半者の彼女さんがやってるね、忠信になって弟に当たるんだけど、ただ後に彼はお兄さんの養子になっちゃってるんですよね。なので為光の息子だったんだけども、後にお兄さんの忠信の養子に入ったみたいな人なんですよね。ただね、賢治の夫が道兼の息子の兼高だったにしろ、忠信の弟で、まあ忠信の養子になった金信にしろ、どっちも嫡妻がいるんでね。なので賢治は嫡妻ではなく庄として、どっちかと結婚して娘を一人産んだっていうことになるかと思います。なのでね、これは母親の紫式部もね、信孝さんの嫡妻じゃなかったんでね、母親と同じ道を歩んだってことになるのかな。でもって、もしね、夫が金の部君だったとすると、賢治が娘を産んだ翌年に亡くなっているので、その辺もね、母親の紫式部とね、そっくりな人生だったんだなっていう感じにはなるかと思います。が、人間万事、斎王が生まれ
人生悪いことばかりではありません。剣士が娘を産んだ同じ年、近人親王が生まれたんですよ。この近人親王っていうのは、秋子ちゃんと一条天皇の間に生まれた第二子にあたる厚長親王と、道長と智子ちゃんの間に最後に生まれた女の子である岸よし子さんっていうね。竹子さんが結婚する、そんな9歳も年下のって言ったら、私が来ましょうかって言ったあの女の子。あの女の子が、あきこちゃんの第二子の厚長親王と結婚したんですよね。で、同じこの年に生まれたのが、初めての子供が、この近人親王なんですよ、男の子。しかも、この男の子っていうのは、後に御霊勢天皇になる赤ん坊なわけなんですよ。しかも、このね、近人親王っていうのは、生まれて2日後にお母さんのよし子ちゃんが、赤もがさっていう、まあ、流行り病で亡くなってしまったわけなんですよ。なので、生後2日にして母親がいなくなってしまった近人親王の乳母に選ばれたのが、同じ年に女の子を産んで、お乳が出る状態だった剣士だったってことで、これが剣士の大出世につながっていくんですよ。悲しいことが起こったけれども、剣士だけで見たらいいタイミングっていうことになるわけだね。そうそう、だから子供が生まれて、旦那が死んじゃって、父なし子になってしまったらどうしようって思ったんだけど、逆に言ったらね、天皇の息子がお母さんいなくなっちゃった。で、お乳私出ますけど、みたいな感じで選ばれるっていうね。もう何しろね、天皇の乳母になるっていうのは、かのほら、清少納言も枕の掃除でね、一番羨ましいんだっていう、当時の宮遣いしていた中級貴族の女性たちの憧れの地位だったわけなんですよ。上り詰めるべき最高の地位って感じだったんですよね。なのでもう、まあ言ったら、御の字みたいなね、もうこれで安泰みたいな感じだった。上に、しかも剣士がね、近人親王の乳母になった満十二年、西暦1025年っていうのは、三条天皇の後を継いだ五一条天皇の御代だったんですけど、この11年後に五一条天皇はなんと29歳の若さで病死してしまうんですよね。その後を継いだのが、秋子ちゃんの第二子である厚長親王なので、なんで剣士が乳母をしている近人親王のお父さんが天皇になるってことなんですよね。しかも厚長親王がお兄さんの後を継いで後朱雀天皇になった時の東宮、ね、次の東宮誰にするかっていう時に、ちょっと吸ったもんだはあったんですけど、でもとりあえず息子である剣士がお世話をしている近人親王が東宮皇太子に立てられたわけ。おそらくね、この頃、剣士は、乳母になってからずっと独身ではなくて、いわゆる自分がね、乳母としている、近人親王が東宮になったあたりまでのどっかの段階で、ちょっとどこかは分かってないんですけど、どっかの段階で高階の成明っていう男性と再婚したらしいんですよね。覚えてますかね、厚明親王にボコボコにされたっていう人。あ、なんだっけ、鴨のなんたらの祭り、鴨おパンツを取られて、しかも、その後もひどいくなって、大切なとこもやられたぐらいの人惜しい、惜しい。烏帽子を取られて、そのね、元取りをぐちゃぐちゃにされちゃった、高階の成俊の兄弟の方。だから、厚明親王がさ、遊びに行った帰りにばったり出会った、紀伊守で、荘園のことで揉めてて、それでボコボコにされた方の人ですね。なんとなく、なんとなく、ボコボコ、もう一人いたような気がするけど。そうそう。だから、ボコボコにされた兄弟のうちの一人っていう。おパンツ。もう一人の方が、インパクトが強すぎる感じだった。そう。おパンツ取られてない方の一人。おパンツ取られてない方。そう。剣士は、高明親王にボコボコにされた、高階の成明と再婚して、長略2年。1038年に、為家という男の子を産んでるんですね。他にもう一人女の子も産んだようです。ちょっと面白いのがね、この剣士が産んだ男の子の高階の為家なんですけど、この為家の娘が源の家実っていう人の妻になって、元脇っていう男の子を産むんですけど、この元脇の娘がかの平清盛の妻になって、清盛の長男の重盛を産むんですよ。なので、なんと、源氏物語の作者の娘である剣士の血筋は、つながって、平家物語の主人公になっていくわけなんでございます。なんかそこは、すごいことになってるんだね。本当にこう、誰かがそういう筋道をじゃなくて、自然の流れなんだけどな、あ、なんかちょっと今ちょっと、ふわってなった。そう。まあ、なのでね、平家物語にも関連していくんですよ、源氏物語みたいな感じで。すごい。はい、ただね、それはさっきの話なので、ちょっと置いといて、とりあえずね、寛徳2年、西暦1045年に、まあ、病やついお父さんの後朱雀天皇から上位されて、近人親王が御霊勢天皇として即位しました。そうすると、乳母だった剣士も、慣例で従三位の位階が与えられたわけなんですね。
三味になったので、お母さんのほら紫式部っていうのが本来は藤原姓なんで、うん、東式部って呼ばれていたように、うん、この頃の剣士は東三味って呼ばれるようになったわけなんですね。ちなみにね、目の塔になった時はほら越後の弁で目の塔だから、うんうん、弁の目の塔なんていうふうに呼ばれてたらしいんですよね、うんうんうん、でもってその後天義2年西暦1054年に夫だったね高階の成明が太宰の第二になったので、剣士も第二の三味なんて呼ばれるようになったわけですね、うんうん、なので彼女についてはね、実は藤原の剣士っていう名前よりも小倉百日誌とかで有名な第二の三味の名前の方がよく知られていると思うんですが、うん、この名前自体は後冷泉天皇が即位して夫が太宰の第二になった後の晩年の呼び名だったりするんですよね。うん、ちなみにね、剣士って非常に長生きしておりまして、実際死んだ年齢ね、没年わからないんですけど、うん、上略2年っていうから西暦1078年に行われた代理の歌合わせっていうのがあるんですけど、これに出席してるんでね、なので少なくとも80歳以上は長生きしたはずだと言われてるわけなんです。その時代ですね、やっぱり80歳っていうのはすごいことだよね、うんうん、そう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 。だからまあ、うん、お母さんのね、紫式部もいつ死んだのかは分かってないんだけれども、うんうん、まあなのでね、ひょっとしたら実は長生きだったのかもしれないんですけど、うん、でもはっきり記録にこう残る形で、剣士は長生きだったっていうのが分かるってことなんですよね。うん、ということでね、今日は紫式部の娘の藤原の剣士について簡単にご紹介してみました。娘の方は結構イケイケどんどんだったんだなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。剣士ちゃんの名前が何個あったのかしら、何回変わったのかしらと、今もさっきこうやって数えたけど6回以上は変わってるわな。その時代は大変だなと思った方、X もやってますのでよろしくお願いします。桐生さんの胸元が何か光ってるのに気づいたそこのあなた、ぜひメンバーシップへ。空さんが苦労をしていろいろと試してくださった新しいマイクでございます。なので音質は上がっていて欲しいなと思っていたりもしますが、もうね、まあ、キリュウさんがね、手振りがすごいから、うん、もうマイクに当たって音が乱れるんじゃないかとドキドキ心配で、今日解説が全然頭に入りませんでした。いつものことでしょう。確かにいつものことかもしれん。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。じゃあね。なんかあの宇治十条がさ、うん、ほら源氏物語のうん、まあ言うたらこのね、剣士片井公が書いたっていう説もあるんだけど、うんうん、ドラマの方ではなんかあれだね、まひろちゃんが宇治十条書いたんだけど、それをね譲られて読んで感想を聞かせてだから、うん、なんとなく世の中に発表したのは片子ちゃんみたいな感じになったのかね。なんかね、そういうちょっとうまく重ねた感じ、うん、どっちとも取れるみたいな感じだったもんね、うん、しててね、うんうんうん、なんかあれはあれで面白い演出でしたよね、うん、おまけにすごくさ、母親を嫌ってた、言ったものを書く、それで自分が寂しい思いをしたのをなんか受け継いだ感もあってね、うん、それが今度母と娘をつなぐ絆になっていくっていう、なかなか憎い演出でございましたよね、あれね。でも私あそこを見た時に、また一生懸命あれを冊子じゃないけどちゃんとやらなきゃいけないのかなって、その一番めんどくさいのかたこちゃんに頼んだわねっていうふうに思ってしまった。でもほら、まひろちゃんも若い頃やってるからね、うん、もう一回やったしね。あれ一枚一枚の紙なんでしょ。そうそうそう、あれさ、あーとかってこけてバラバラってなったら並べるの超大変だから、たまに代々写本とかで受け継がれてる時に、うん、これ入れ替わってんじゃない、これもうちょっと前の話なんじゃないとかっていうのもあったりするわけよ。でも分かんないからね、前の方がしっくりくるけどなんかここなのかなとかね、それはもう本当にね、どの作品にも言われてて、だからいろいろたくさんある書き写された中を比較しながら、順番がなんか似てるからこっちの方が正しいんじゃないかとか、いやいやこっちの方が古いから正しい形なんじゃないかとか、いろんな説が出てくる原因になったりもするわけなんです、じゃあ皆さんこれから書くときは絶対ナンバリングを忘れないようにしましょう、はい、まあ、多分ね、だからそういういろんな過去の失敗の上にあのナンバリングが生まれたんだと思う。トンボでこうやってね、全部こう合わせるとかっていうのもね、いろんなね過去の製本技術が失敗を重ねた上でのトライアンドエラーの上での行われていることなんじゃないかなと思います。そうだよね、日本初というかほぼ世界初の小説みたいなもんなんだから、ノウハウなんか何もないもんね。だからなんでいろんな失敗とかね、うん、あったと思いますけど。なるほど。まあでもあの剣士は本人も分かんなくなりそうじゃない？本人もバサってやって、うん、ああって。まあでもなくなりはしないんじゃない、その塀の中だからね、うん、分からんよ、空さんみたいなね、うん、性格してたら分からないかもしれない。
そう、どっかどっか未だに家の中にあるはずなのに見つからないものが一体いくつあるか。そう、もうなんか毎回なんか、なんか会うたびに何か探してるっていう。なぜ同じところに置いておかんと思うけども、会うたびにあれおかしいな、あれおかしいなで、ほんで時間を30分ぐらい取るから、本当に毎回なんか探してるな、この人って感じで。そうなの。さっきもいろいろ探して。ね、家の中にすっごいものがいっぱいあるわけでもないのね。そう、わけでもないのね。そのなんかものものの数でなぜ把握できないっていう不思議。不思議。ちなみにね、この剣士片井子っていうのは、うん、母親以上に歌人としても名高くて、うん、さっきも言ってた小倉百人一首に載ってる歌なんかも、うんうん、有馬山稲の笹原風吹けば出でそよ人を忘れやはするっていうすごい有名な和歌なんですけども、これなんかもね、むっちゃなんか技巧を凝ってて、有馬山もそれから稲の笹原も、うん、全部歌枕なんですよね。有名な歌の言ったらこの言葉が来れば次はっていうのが分かるような有名な場所を2箇所もやってて、しかも風吹けばっていうので出でそよっていうので、出でっていうのはさーとかっていう感じなんだけど、そよっていうのは風吹けばだから風が吹いて、笹原って最初に言ってるから笹のね葉っぱの擦れる音、そよそよするっていうね、そういう音だけを表現してるので、意味自体はそんな大してないんです。いろんな技巧が入ってるけど、意味自体で言うと、あなたは私のことを忘れてるんじゃないですかって言われた恋人に、忘れやはする、いやいや忘れませんよっていうね、忘れてるのはあなたじゃないの、私の方であなたのことなんか忘れてませんよっていうね、人を忘れやはするっていうのを強調するためにいろんな技巧を前につけてるっていうような、洒落たこじゃれた、なんでしょう、今で言うとすごいセンスのいいおしゃれな、え、それってどこのブランドみたいな、ガチガチのなんかハイブランドじゃないのに、ちょんちょんちょんってつけて、なんかすっげーおしゃれみたいになっているっていうような和歌なわけなんですよ。なので和歌もお母さんのはちょっと真面目だからさ、ちょっと硬い感じもするんだけど、うん、まあ源氏物語の中はリラックスして自分以外の人になって歌ってるせいかいい歌多いんだけど、あの紫式部集とかのさ、自分が本人が読んだ歌っていうとなんかこう堅苦しかったりする歌が多いんだけど、紫式部の方、娘の方はやっぱり恋多き女性っていうのもあるのか、その辺のなんか受け答えなんかが洒落てるなみたいな感じの軽い感じでね、いろんなこのおしゃれな感じで受け答えしてるっていうのが分かるような和歌だ。なので個人的には歴史上の片井子剣士っていうのは信孝の牛なんじゃないかなと思うんだけどね。いろいろこう鑑みて三郎ではなかろうみたいなところはあったんだけど。